今回紹介するのは「フィギュアスケート日本男子ファンブックカードルプル2016」という本ですかなり多くの選手のインタビューが掲載されており全体を通してテキストの分量が他のフィギュアスケート本に比べてものすごく多く非常に読み応えがあるまさにタイトル通り国内の男子選手を幅広く取り上げている本です 羽生選手の記事は全部で約19ページと昨今の類似本の中ではかなり少ない方なので紙面の7割から8割が羽生選手みたいな本を期待する人には物足りないのかもしれませんがインタビューだけでも読む価値ありですこのシリーズは過去の本でも半周選手のページ数はそんなに多くなかったような気がします以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。